栃木県道31号栃木小山線は栃木県栃木市から小山市に至る県道である JR 両毛線と並行して栃木市と小山市を結ぶ以前の起点は文化会館入り口交差点でありその交差点のある栃木市市街地は道幅が狭く交通量が多いため渋滞しやすいかつてこの起点から東進本町 神田町の十字路交差点で屈折、乱心し、城内町2丁目へ至る、といった経路が、県道31号に指定されていた。2007年3月28日午後3時、栃木市河合町城内町間の全長 1.2km2 車線のバイパスが開通した。このバイパスの開通により、起点は河合町交差点に変更された。 本路線の小山市内はほぼ全線が都市計画道路3.33小山栃木津河線となっており、現在高規格化に向けて整備事業が進められている。このうち小山市流木の4車線化工事が進められており、当初2009年春に開通の予定であったが、幼稚買収の難航等により立木工区の完成は2012年3月21日へと、 大幅に遅れた。なお、立木航空以北の栃木県道33号、小山環状線までのバイパス部が平成21年度に着工し、2016年3月に開通の予定である。かつて、関東自動車の路線バスである、栃木駅マイナス卒島小山駅線が運行されていたが、両毛線との並行路線であった上に、 沿線住民のモータリゼーションの進行により近年、特に需要が減り、栃木市内の区間がまず廃止された。残されていた小山市内の区間も2008年3月末に廃止された。なお、元来は、東武鉄道バスの運行であった路線である。現在、小山市内の一部区間では、小山市からの委託を受けた、コミュニティバス、大バスが運行されている。 河合町、交差点文化会館入口交差点小山市流木、付近小山市、終点南方向が国道4号、西方向が県道31号、北方向が国道4号、東方向が県道263号である。ありがとうございます。